はい、里潤チャンネルでございます。今回はですね、のぞみ Wi-Fi の提供している Wi-Fi ルーター。これはですね、ソフトバンクのね、無制限と言われているですよ。無制限じゃなくてね、無制限と言われている Wi-Fi ルーター 501HW の機能についてご紹介していきたいと思います。はい、その機能は何か。いきますよ。でれれれれれ。でれれれれれ。はい。これね、アンテナが出てくるんですよ、アンテナ。え？こうやって角度も変えられるんだけどね。こうやってね。うん。このアンテナ何なのよ、ということなんだけどね。実はこのルーターの中に、テレビチューナーが入ってるんですよ。テレビチューナー。え？って、何それって感じでしょ？はい。このね、まあ、Wi-Fi ルーターを経由してですね、このテレビが見られるという機能が備わってるんですね。で、まあ、すごいのはですね、テレビ視聴するときに Wi-Fi を飛ばして視聴ができるわけですよ。どういうことか。はい。こういうね、まあ、スマートフォンとかタブレット、Android も iOS も両方とも対応してるんだけど、そこにですね、こういうアプリ入れます。映るかな？テレビ視聴アプリっていうのがあるんですよ。これまあ、Google Play だったら 501HW テレビ視聴っていうふうに検索すると、この赤いアプリが出てきます。この赤いアプリをスマホとかタブレットにインストールすれば、ここから飛ばしたテレビ、スマホで見れるということなんですよ。で、これね、まあ、テレビが見れるって言ってもね、すごいのは、フルセグに対応してるんですね。フルセグでテレビが見れるというところ。で、なおかつですね、まあ、電波の弱い田舎の地域とかありますよね。まあ、その場合でも、ワンセグで見ることができるんですよ。各いう僕の住んでるところも田舎でね。はい。残念ながらフルセグの電波キャッチできなかったんだけど、ワンセグではね、見ることができたんですよ。で、さらにいいのは、さっき言ったみたいに、無線で飛ばせるということなんですね。無線で飛ばせる。まあ、テレビをね、見よっかなーって、こう、まあ、スマホ持って見よっかなと思ってもさ、その見る場所が、電波がいいところかどうかっていうのはわかんないでしょ？例えば、2階で見てる分にはいいんだけど、まあ、リビング1階戻ってみようかなと思ったら、あれ？受信できない。いうのよくありますよね。ところが、これ、Wi-Fi ルーターでキャッチしたものを飛ばして、スマートフォンに送ってるから、このルーターだけ、なんか窓際の方に置いといて、電波のね、テレビ電波のよく届くところに置いとけば、スマホはね、どこで持ってっても、家の中ね、どこで持ってっても、まあ、Wi-Fi の届く範囲であれば、綺麗に見れるというところが特徴。さらに言うとですね、まあ、Wi-Fi チューナーっていうのは、キャリア契約してるスマホだったら、ワンセグチューナーね、まあ、テレビチューナーは、そういうその、キャリアのスマホだったら、ついてるの多いけど、格安スマホを使ってる人だと、ほとんどの場合入ってないでしょ。まあ、僕もね、実はその一人で、まあ、ほとんど格安スマホを使ってるので、テレビチューナーついてません。そういうスマホでも、このさっき言ったこちらのテレビ視聴アプリ。これ入れれば、どんなスマホでも見れます。Android、iOS、どっちでも OK。っていうのが特徴ですね。でね、説明書によるとですね、この 501HW、説明書見たら、そのテレビ視聴中は、そのデータ通信ができないよって書いてあったんですよ。あれ？と思ってね。その、まあ、テレビは見れるんだけど、まあ、その間インターネットができないという意味なのかなと思ってたんですよ。やっぱね、テレビ見てたら、まあ、どっか知らないタレントさんとか、美味しいお店とかパッと出た時に、あ、ちょっとこう、ね、ネットで調べてみようって言っても、通信ができないと、ちょっと不便ですよね。ところがですね、実際これやってみたら、データ通信もできるし、ワンセグテレビ、フルセグテレビ、両方とも見れました。なんか知らんけど、あれ？と思ってね。なので、まあ、パソコン、スマホ、タブレットで、まあ、調べ物しつつ、テレビも見るよ、ということがね、なんか知らんけど、できてましたね。はい。これ、素晴らしいですね。うん。
まあね、この 501HW っていう機種、僕はね、この事前情報だと、以前 304ZT 使ってたんだけど、まあそれを解約して、まあこれは機種変したわけなんだけれどもね。その違いっていうのはね、3G 通信が使えないんですよ、これ。3G 通信。4GLT 専用。なので、まあ高速データ通信っていうのはまあ得意なんだけど、山間部のね、ネットが弱いよというところだったんだけど、実際使ってみるとね、意外とエリア広いかな。わからんけどね、自分の生活環境の中では途切れるという経験が結局なかった。まあネット見れる、動画見れる、音楽ずっと聴けるよというのあるし、すごいのは通信速度が速いんですよ。下りはね、わかんないけど、上りに関してですね。まあ、僕 YouTube でこうやって動画を作ってるんだけど、動画を上げるスピードも結構これ、早かった。前よりもね、3割ぐらい、そのアップロードする時間が短くなってね、まあ、非常に重宝してます。基本的に僕はね、まあ、移動中のドライブ配信っていうのはやらないので、デメリットがなかったということなんですね。まあ、しかもね、テレビも見れるわけですから、アンテナピアット伸ばしてさ、すごいなと思いました。はい。まあ、とにかくね、まあ、今回はこの 501HW の、まあ、テレビチューナー、どんな感じかというのを使ってみた感じね、動画にしてみました。いかがだったでしょうか。まあ、うちのチャンネルではね、こんな感じで、まあ、ガジェット関連、まあ、スマホやタブレット、パソコン、こういったのを動画にしてます。このチャンネルがね、面白いなと思ったら、ぜひ、登録の方もよろしくお願いします。てなわけで、サトチューンチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。